リンネガン本来の力を使う高尚な戦いに見えよう。すぐよく見てろ。リンボ天国注意を。これでやっと首輪をかけられる。ハッツァン。クラマを取られてたまるか。そうだな、思ったより粘りそう。いや、何も分かっちゃいないな。よし、やめろ、マザラ。残された時間は少ないと思う。これが陸道の力か。少しばかり体が重い。何か胸で使えてやる。何やら得体の知れない恐怖が近づいてきている気がするのだ。はい。うん、嘘、これって確か。お前らもしつこいな。オビトの意識がはっきりしてない。待て、ミナト、チャクラを感知仕様に変えてみろ。まさか。こっちに気を取られすぎ、間違いなくわしの半身は抜かれちまってる。何があった？ナルトの中のキュービが抜き取られて、このままじゃ。四代目ホカゲ、あんたの中のキュービの半身をナルトの中へ入れてやれと。それでナルトは助かると。今度こそ。キューピー、と奪ってやったぞ。どうなった？何なの？マダラ様、遅いぞ、クロゼツ。こちらから出向いてやったわ。いつまでオビトにへばりついている？すみません。ですがこいつらからキュービの半身も奪っておきました。マダラ、どうやって陸道の力を。マダラ様がいる限り、こいつから離れてもお前らは俺に何にもできはしない。貴様、まだまだだ。あんたに話がある、マダラ。俺は何だ？冗談はよせ。お前は俺にとって他でもない、マダラだ。この世界を否定する存在がマダラ。その思想を胸に行動し、無限つくよみの計画を狙う者は。それは俺の道でもあった。陸道仙人が示したこの世界、失敗した。陸道の広めたチャクラとは本来つなぐ力のことだ。ここは地獄だ。忘れたのか。こっちへ来い。今でもお前は救世主のはずだ。螺旋丸。何の真似だ。人を導く者は己の死体をまたがれることがあっても仲間の死体をまたいだりはしないらしい。頑張れオビト、おかげになってかっこよく世界を救うとこを見せてね。それも約束だよ。今の俺は
火影を語りたかった宇治葉オビトだ。すり抜ける。お前本来の右目の力か。俺から美獣を奪い弱体化を狙っているのか。弱いな。一尾と八尾をほんの少し引きちぎった程度か。一度仙人化しただけはある。ほんの少しだが俺からその力まで吸い取ったか。マダラ、あいつはいつでも私を殺せた。アルトは運んだ。まったく、お前はいつも上から目線で偉そうなことばかり言ってやる。昔からそうだ。ナルトを復活させるためにはリンネガンとキュービー、これらを持つオビトを時空間へ飛ばしさえしなければいい。オビト、大丈夫だ。俺がナルトを助けてやる。今回ばかりはいい時に来てくれたよ。カカシを助けてくれてありがとう、ガイ。大丈夫か、カカシ。誰だ、あれ。奴がまだは。ああ、そうだ。奴には戦術しか効かない。それともう一つ、体術による物理的ダメージ。つまり今、八門遁甲第七凶門。黒い玉と棒に触れたらダメだよ。まさかガイが八門遁甲を。ガイ先生、大丈夫ですか。ああ、強すぎる。待て、カカシ。まだ体術がダメと決めつけるのは早い。しかし、望みを捨てるな。望むことが全てできるわけじゃない。しかし、やるべきことはいつも望んでからでなければ始まらん。まさか、最後の指紋を。ガイ、それはダメだよ。よく考えるんだ。リー、そんな顔するな。今度はお前が笑ってみていろ。赤い蒸気、八門全開時特有の血の蒸気というやつか。確かにそうだ。だが、ただ朽ちて落ちるわけではない。ヒットアーク！行ってください、ガイ先生！ガイ、それが君の！ヒットアーク！なるほど、とてつもない痛みだ。空気を殴りつけ、ぶつけてくる体術技か。八門遁甲の陣とやり合うのは稀だ。せっかくだ、相手をしてやる。この技の後、解放者は必ず死ぬ。リー、お前。悲しくなんかありません。覚悟を決めた男を前に、周りにも悲しみも侮辱になります。俺たちはガイのサポートだ。聞いてくれ。一着か。やはり早い。一着、三着、四着。動ける。五着。柱間以来だ。このワクワクはまだ踊れるだろう。もっと楽しませてくれ。正義。まさかあれ以上の技があるというのか。ガリ、
このマダラがお前を最強と呼んでやる。いよ。何？空間がねじ曲がっただと？やがい！うわ！ガイ先生。これがガイの最後の技。どうなった？死ぬところだったぜ。こやつめ、偶然の灯火だから楽しませてくれた。灰になる前に俺が殺してやる。愚道玉を蹴るだと。ナルト、なんとなく前とは違うな。今なら全部を変えられそうだ。八門の最後を止めたとでも言うのか。愚道玉といい、触れているのになぜ。先方、京都螺旋手裏剣。なぜ輪をかわした。はじけろ。切れた。木が消えた。駅前先生なら大丈夫だ。いろいろできそうな気がすんだ。今の俺ってば。ナルト君、ガイ先生を本当に